サスケ、お前も知ってんだろ？俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって分かって、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。俺は、視界が、万華鏡車輪眼を使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだ。まだな。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ、戻る前にお前に伝えときたいことがある。行くぞ。待て。サスケ、さっきの一戦、あれでお前にも見えただろ。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そら全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。
その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うにゃ一筋縄じゃいかねえって、初めて会った時から分かってた。そういえよ、拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ。死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れでお前が潰れることは。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。サスケとは俺がやる。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞ、サスケ。まだ。後で話しな。いつでも来い、サスケ。いつもありがとう。あんたのおかげで私はまだ第七班で笑い合える先を諦めないでいられる。話とは何だ。イタチの目をもらう。やっとその気になったか。スサノオの使いすぎだな。もうろくに見えていないのも分かっていた。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ。俺は全力でナルトを潰す。そして奴の全てを否定してやる。それだけだ。
本当、信じられないよ。上官である僕に対して二度も拳を振るうなんて。ヤマト隊長、いい加減機嫌を直してくれよ。君は僕がどんな気持ちでいるかわかるかい？わからないよね。ああ、ま、そう言わないでやってくれ。ナルトが来てくれなきゃ今の俺たちはなかった。甘すぎじゃないですか、カカシ先輩。久しぶりですよ、こんなに泣きたい気分になったのは。まあまあ、泣きたい気分なのはこっちっすよ。クソ、キーバ、お前まだぐじぐじ言ってんのか。男らしくねえってばよ。うっせえよ。せっかくサスケとやる覚悟までしてたってのに。だからごめんって。結局お前らはサスケを逃がしちまうしよ。それには理由があんだよ、後で説明してやるって。ともかく今回の遠征は終わりですね。僕はこれからトレーニングに行ってきます。さくらさん、またいつでも呼んでください。僕はいつでもあなたの力になりますから。Dさんは普段と変わりなしね。なんていうか、すごく助かるわ。ナルト、後で絶対説明しろよ。わかってるって。さて、俺たちもここで別れるか。俺はこの子を情報部まで連れて行かなきゃならないし、せっかくここまで静かにしてくれたんだ。最後までおとなしく頼むよ。わかってるよ。つか、抵抗する気なんて鼻からねえし。それじゃあ私たちは。さくら！あ、しずね先輩。探したわよ。すみません、その私、どうしてもサスケ君を。そのことはとりあえずいいから。ん？どういうことです？ツナデ様が目を覚ましたのよ。本当ですか？ええ、もう屋敷で業務を再開されているから顔を出してあげて。はい、俺も一緒に行くってばよ、さくらちゃん。大和隊長たちは？僕はカカシ先輩と一緒にその子を連れて行くよ。送り届けた後、ナルトの行動についてしっかり先輩と話し合わないといけないからね。はいはい。サイは？僕は団蔵様のことを根に伝えに行かないと。それじゃあまた後でね。さくらちゃん、行くってばよ。うん。いつものナルトに戻りましたね。だな。